皆さんこんにちは。万歳王へのチャンネルにようこそ。今回の動画は沖縄の食堂を巡るというシリーズになりつつある沖縄の格安グルメを紹介したいと思います。サンライズ那覇通りにあるおすすめのお店食堂かまどぅでお得なフーチャンプルーを味わってみたです。自宅を出ればその時から海外旅行、バンコク在住ワンルームマンション大家、略して万歳王家です。一時帰国をしたのだから美味しいものをいただきました。那覇牧師公設市場のさらに奥、サンライズ通りにある知る人ぞ知る食堂かまどぅに行ってみると、お店の方はなぜかフランス・トゥールーズ近くのご出身の方でした。あれ、メニューを見てみるとそんなことありますかという洋食がずらり、沖縄料理のお店かと思い込んでいました。申し訳なく思いながら赤ワインだけ飲んで近くのお店で激安のお弁当を買い、サンライズ通りに出てみるともう一軒かまどぅというお店があるではないですか。ということで初めてながら美味しくいただけた今回のお店、沖縄の食堂の魅力を伝えるシリーズとなりつつある素敵なお店の動画です。最後までお付き合いください。はい、万歳王家です。沖縄のサンライズ那覇商店街アーケード街に行ってます。ここずっと行って左行くと国際通りです。今日のお目当ての店は食堂です。なんかね、万歳王家ね、食堂を取り上げるシリーズがなんかこれから増えていきそうな気がします。このお店、たこ焼きのお店ね、夜開くんだと思うんですけど、これたこ焼きとせんべろ、いただいたことあります。サンライズ那覇の通りです。新天地市場本通り、この前にって書いてあるよ。あ、太平通りって言うんだね。ここを右に入ってみるとやってんのかな、ちょっと行ってみましょう。いいですね、雨降っててもね関係ないですよね。ここはね、サバイティアジアン、アジアンのサバイディ、ここシュート、シュートなんだよね。このお店です、かまどぅ食堂なんですが、かまどぅここでいただきたいと思います。目的地は右側です。お疲れ様でした。はい、お疲れしました。カブリネ・ソビニョン。あ、カブリネ・ソビニョン、はい、オッケー、はい、私ピノノワールが好きです。ああ、うん、カブリネ・ソビニョン久しぶりだな。でもいや驚きました。ここでいいんですよ、かまどぅだけど、お店は、シャールさんの、フランスの方の、トゥールスの近くだっていうね、あのエアバスの会社と、あとオーケストラ、有名なオーケストラがあるね、トゥールスの近くだっていうことでした。だけどね、スパゲッティやなんかね、今ね、困っちゃってね、
何にしようかなと思って、でもスパゲッティ、せっかくここ来たんだからスパゲッティってわけいかねえなと思って、結局ね赤ワイン飲みました。美味しかったけど、さすがあのフランスの方のお見立てでね、カーベルネ・ソーヴィニオン、私はピノノワールが好きなんですけど、で400円、それだけいただいてちょっとだけおしゃべりしてお店出ました。かまどかまってちょうだいよ、本当にね、ご飯食べたいんだけど、はい、ノーレンプラザの近くですね、こんな感じです。あそこに上等食堂ってあるんだけどね、ちょっと高いんだよね。今のね、あのかまどっていうお店ね、めちゃくちゃ安いからね、狙ってきたんですけどね。太平通り、沖縄の天ぷらお弁当150円、うわこれ買って帰ろう、あっちはないかな、出口800円、トロトコロッケ、これ2つ、1つ、これ2つ、はい、ソーニンチャンプルー100円、はい、お返しですね、どうもありがとうございます。今日はこれも美味しそうだな、はい、200円、いやこれこれこれからしななんだ、そうです、よし全部買って帰ろう。あ、サバも美味しそうだな、150円のお弁当、これは炊き上げ100円、めっちゃ安い。今のとこ撮影禁止でした。ここは ここじゃないの、かまどって、あーここだ、あよかった、ワインだけにしといて、どうも、焼きそばカツカレー、うーんカツカレーどうしようかな、フーチャンプルー、フーチャンプルーもあったと思うんだけど、よしここでいただきます。ここです、じゃあいただいてみます。ここでした、今日はですね、バンザイが好きなこれです、フーチャンプル600円、安いな、他の店で50円安い。まだ見ですよ、これちゃうよ、なんかね、今来てるこのお店のとほらなんか姉妹店なんだそうですよ、フランスカフェシャールさんのと、さっきね、ちょっとねトゥールズの近くだった方と話しました。そこや一丁目一番一号なんですね、はい届きました、フーチャンプルーです。このねこのフ、これがね、なんか野菜炒めの中に入ると絶妙なんですよ。いやー、実に美味しそうです。600円。いいなー、また来たいんですけどね。ちょっと今の住まいからここに来るのはね、引っ
金が高いな。でもちょっと歩けば来れるからね。いいな沖縄の食堂って。お腹すきました。赤ワインいっぱい飲んでんだけど。さーて、フーチャンプル美味しかったです。フがたくさん入っててね。野菜炒めてというよりもフの比率が多かったと思うんですが、600円でね、とっても美味しくいただけました。沖縄の食堂いいな。この辺りもね、あの食堂がね点在してるんですけどね、そういった食堂をねちょっと巡ってみたいなと思いました。バンコクでは中華街やわらのね激安グルメ、沖縄那覇ではねこのセンベロとかね、食堂。いやなんか雨が強くなってきたな。バスで帰ろう。これずっとまっすぐ行くと国際通りです。で国際通りに出るとバス停はね、うちのマンションの真ん前まで行くバスがたくさんね走っているんで、あこっち側にもね食堂あるんで、ね、傘ささなくてもいいっていうのは本当ありがたいですね。センベロ1000円も飲み放題1500円、ダイクの手シャークハンド。猫社長は今日いるかな。高津商商会さん、にゃんこ社長のお店ですよね、ここはね。いない。お店の中かな。はいはいはい、にゃんこちゃんも食べてね。はい、はい、おくりよちゃんが、お母さん、お母さん。